結構そのなんていうのかなあのダ・ヴィンチのに影響を受けている漫画家さんも僕はいると思っててこれだけちょっと書いてきましたお願いしますす、ね、これです、はい、山岸涼子先生の影響を受けてると<う>まあ山岸涼子先生が多分ねダ・ヴィンチの影響を受けてると思うんですこのなんていうのかな大使の雰囲気ってすごくねダ・ヴィンチに近いんですよ、うんで。これにすごく似たダ・ヴィッチのデッサンチがあって、うんうん これなんですけど、似てます。おお。うん、おお。これはね、ダヴィンチのね、レダっていう、もう今なくなっちゃった絵の。まあ、あれなんですけど。この並びでね。ちょっそう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 。めっちゃ似てる。似てるよね。うん。なんだろちょっとこう、同性愛っぽい雰囲気がある。ああ、そうだね。うん。あの、エミシーとちょっと、そうになったりするんだけど。ダヴィンチさんも、実は、ちょっと、同性愛の件で、あの、サイバー沙汰になってることがあるんですよ。意外なことに。そういうことも。そうそうそう。